調子を上げてきている三浦和也。その理由は、そうですね、先行米内選手はもう単走通りの、きっちり角度をつけてラインをミスしないという完璧に近い走りで、対して三浦選手は、振り出しまでにちょっとやっぱ離されたのと、なんですかね、なんかマシン的にもちょっとなんかさっきと走りが変わっちゃったかな、調子悪いのかもしれないですけど、ちょっと角度が少なくなっちゃったり、ちょっとフラフラしているような気があったので、米内選手アドバンテージです。さあスタート前に足回りがと言っていた三浦選手、その辺がここでも出てしまったんでしょうか。さあ完全に安定している米内、少しトラブルを抱えているか三浦和也。5分にしたんですけども、米内選手距離は、終始いい感じだったんですけども、後ろで、ちょっとミスが、ちょこちょこと目指し、距離と、そのミスを相殺して5分です。決まった枠5回目の5分です。さあ1本目で決まりまして、はい、決まりです。で米内選手がのバトル、沼っぽい走りでしたね、今ね。 5.5 沼、 5.5 浅沼選手が取りました。この順は先行です。点数でしょうか。1本目は 5.5 浅沼選手がアドバンテージを取っています。バイトだけど一応社員だからな。こういうこと、社員、社員とか。え？まあミスを引くとしても、俺は一応まだよね。よし。またしてもなんか微妙な判定が出ております、はい、決まりません、決まりません。アドンデスです。松井さん笑いながら何か書いておりましたが、その辺を一言解説してください。先生、2人とも浅沼さん選手が一番な、浅沼さん選手リップがですね、ちょっと外れたりとかですね、まあ、距離はまずサドンデス行きましょう。サンデス選手後ろの松田選手も、
うする 5.5 沼、はい、じゃあ審査員ともに 5.5 浅沼選手が、はい、24先行でいきましょう。アドバンテージ、はい、2回目。